皆さん、こんばんは。淡井圭介です。本日2024年、6月27日、20時4分。去年も言ったと思うんですけども、元読売ジャイアンツのオーナー、渡辺恒雄という男が、春山整骨院を出入りしていたと。2003年に建物を解体されてましたけども、まあ、2000年ぐらいには春山整骨院、出入り禁止で、木の板、バッテンになってたと思うんですけども、渡辺恒雄というものは、その当時もそこを手配りしてたんじゃないですか。そうしたら、春山整骨院関係で僕は、動画上げてたんよ。まあ、10日前か20日ぐらい前のものを見てもらったら、いろんな、違法行為の法律名たくさん出してるでしょ。刑法の方で。で、それにも該当してくるんで、アウトですよ。で、本当のこと言うと、野球の世界も横領罪なんですよ。国民の税金をむちゃくちゃな使い方してるから。第一次世界大戦と第二次世界大戦は資源の奪い合いで始まってるんです。植民地支配をしてね。で、そこに石油があったり、金属があったり、そういったものを採掘するために、まあ、ガスも含めてそうですけども。じゃあ、エネルギーがたくさん消費されるようなことしちゃダメなんですよ。特に仕事として。で、みんなの本当は税金で、本当は最初スタジアム、ほとんど半分以上拠出されて、アメリカのメジャーリーグでさえ、1800年代、スタジアムの建設が始まって、半分ぐらいのお金は税金で投入。これは本当の話ですもん。だから、もともと軍の人間とかが、国家公務員とか公務員とか、もともとはね、アメリカの野球の一番最初の話は、議員の人たちが、仕事中に野球をし始めたんですよ。それを仕事化して、プロ野球を作ってるんですよ。有名な話ですよ。じゃあ、ね、昔の悪い王侯貴族と一体何が違うんですかっていう話になるでしょう。みんなの税金をね、身勝手に使って、自分たちで好き勝手に建物、大きな建物を作って、エネルギー浪費してって。頭悪いじゃないですか。エネルギーの節約しなきゃなんないのに。その努力はできてない。なのに社会的地位が高い。矛盾がある。で、それを元は、南北戦争もアメリカの本当の話をすると、奴隷解放側の南側と北が争っていた。奴隷解放側が皇帝制度を廃止したフランス側。それは勝つに決まってるでしょ。どちらが正しいことを言ってるかっていうことを考えたら、奴隷解放してあげて、君たちも一緒に戦ってくれって武器を渡したら、それ戦うでしょ。次々と各都市を解放していけばいくほど、兵力は増していったと。簡単な構図ですよ。まあ、もともと世界中で、まあ、中国もそうですけども、皇帝制度があったと。だからまあ、王とか天皇系の人たちとか、まあ皇帝とか。まあそういう類の人なんですけども、まあ、エンペラーという存在もいなくなったと。で、まあ中国でも何が起きたかって言ったら、北京オリンピックでみんな懲りたんですよ。もう中国の人たちの本音とかいろいろ言ってましたけども、みんな最初知らなかったんですよ。みんなの税金で他の国の人たちを呼んで、スポーツの大会開く、それがオリンピックだったって。で、後から使い込まれた金額を見たときに、もうみんなびっくり仰天したんですよ。で、消費税上げられてるでしょ？で、エネルギーはたくさん消費されてるでしょ？何わけわかんないことしてるんですか？正直100メートル走ったところでお客さん集まるかって言って集まらない。対して。それで、1年間、採算合うかって言ったら無理だから。そもそもスタジアムの建設費で。家のローン組んだらわかるでしょっていう話なんですよ。まあ、読売ジャイアンツに関してはもう当分最下位ですよ。最下位、まだ一回しかなったことない時点でおかしいし、その渡辺恒雄っていう人間がね、春山整骨院を出入りした、2010年頃に再び作りましたけども、そこに出入りしていたと。働きに来ていた可能性もあるんですよ。
で、その男もともと医者してました。そしたらもう完全に隠蔽側ですよ。精神病院の手ね。だからそのむちゃくちゃな世界から全員抜け出さなかったら、世界中で急激に人口は少子化しますから、世界中の全ての国で、精神病院入院説付きのものが出来上がって、精神を生産されなくなる薬が世界中で行われてたかどうかは、それは分かりませんけども、それを行ってしまった国はもう人口はものすごい勢いで少子化します。経済面でもそうですし、そういう政府の怖い体制と無茶苦茶加減をした時にみんな嫌になりますから。それプラスエネルギーの残存量問題でしょ。で、みんな真面目に解決しようとしないじゃないの話になってしまって、もう嫌気がさしてしまう。その精神病院の入院が1ヶ月ちょっとで百何十万請求が来る。僕のホームページにその証拠貼り付けてますから、それは真実ですよ。で、大阪ヒルトンホテルに1ヶ月泊まったらそれぐらいの金額です。世界のホテルをヒルトン。で、1999年の頃、僕そこで、王朝というレストランで働いてたんですけども、売り上げは関西ナンバーワンの売り上げで、1ヶ月で多い時6000万円を超えます。1年間のトータル、売り上げが少ない月は3000何百万ぐらいだったりするんですけども、1年間トータルで、5億円ぐらいの売り上げはあったと。ただし、実際コース料理とかは手間かかるんですよ。で、客席が特別多いかって言ったら、大宴といって個室とかを、パーテーション、扉を仕切ってるところがあるんですけど、それを取り除いて、大きな個室みたいな形にして、20名ぐらい座ってもらったりだとか、そういうふうな方法とかもあるんですけども、客席は基本的に100席か100席ちょっとぐらいで考えてもらうぐらいしか、それほど大きいわけでもないんですよ。回転率とかでなんとかしてる方で。昼間は平日は食べ放題のバイキングで3000円、その当時3000円ちょっと、3500円しなかったと思います。消費税込みで。消費税込みで3500円ぐらいか、大体それぐらいですね。で、夜はそれなりに高いですよ。やっぱり1万円後半か2万円ちょっとするようなコース料理を基本的に出していて、特別料理とかでしたら、一人当たり7万円ぐらいだったりだとか。ごく稀にそういう特別料理のお客様とかいらっしゃいます。お金だけの話をしても、あんまりね、いいような聞こえ方に聞こえないと思いますけども、ただしね、もうそれぐらいの売り上げがなかったら、正社員の雇用者数を増やすことできないんですよ。ホールの方で正社員の人たち10人ぐらい。で、キッチンの方でも10人ぐらい。それプラス人材派遣会社の人間とか、直接のパートタイマーのアルバイトの人とか。そこまで売り上げ、関西ナンバーワンの売り上げがあって、それなんですよ。飲食業界って。だから、その辺の一般的なその飲食店って、やっぱり正社員の人が店長をしていて、あとはパートアルバイトの人たちを雇うっていう形式にどうしてもなってしまうんですよ。金額的に、売上的に。それでもなかなか厳しい状況。正社員という、2人はいるといえば、必要なんですけども、その店長が休みの時、もう一人の人間が、管理しなきゃならないですから。もともと24時間営業の飲食店なんか出しても、大体もうすぐに倒産してますよ。神戸市の兵庫区とか中央区のところでも24時間営業の飲食店なんか出しては、それ倒産しますよ。夜中は呼ぶんじゃないですか。店開ける時間を、例えば、朝の11時30分から、夜の20時までだとか、そういうふうな時間に区切ることによって、その時間帯にお客さん来てもらうことによって、その効率性を高めるっていう形ですから。
だから社会に出て仕事したことありますかどうかっていうことなんですよ。仕事したこと本当にありますって、どんなところで働きましたって、実際的な売り上げとか数字分かってますって、ほとんどのところがそうですよ。いや、もう人口自体が国が嘘言ってるから、だからもうね、すぐに出店したがる人たちは存在しますけども、実際そこまで人いないから、表記してる人口の3分の1か4分の1、世界中どこの国もそうですよ。朝鮮半島と満州国と、台湾を合併していた頃の人口は1億人ぐらいの話で、でそこからもう僕は生まれる2年ぐらい前から少子化始まってますから、1977年生まれですけど、まあ、もうあとは合併だけですよ。でやたらと、神戸市中央区、兵庫区、まあ、他の区でもそうですけど高いビル建ててますけども、僕は子供の頃でもあんなに高いビルなかったんですよ。ほとんどだいたい高いビル12階建てすごいなと。ただ一番上なんかに住んでいて毎日下まで降りるのって時間かからないっていう話なんですよ。だから猿とバカほど高いところが好きだっていうことわざがあるんですけども、昔からそれってもともとお城を作った後ほったらかしだったんですよ。昔後で改定することのことなんかあんまり何も考えないでお城って作られていました。だからこれがこの世の中の現実であって、まあなんか外でもね、なんか羽根の瀬古戦から改造マフラーの車の音聞こえるでしょ。でこれヘッドホンをつけなかったらしっかりと音を聞こえないですから、これは本当の話です。スマートフォンとかでそのまま聞いてるだけじゃ聞こえない。ヘッドホンつけなかったら無理で、ボリューム最大にして聞いたら分かります。はあ、だから本当はもう巨人、だから本当に巨人がちょっと再開行かなきゃならない。渡辺恒オーナーとかの件があったから。本当に捕まらなきゃならない存在ですから。で、本当に昔は第二次世界大戦の前までは日本は自衛隊じゃなくて軍でしたから、その後第二次世界大戦の後警察予備隊ができて、それから自衛隊っていう形になってるのであって、第二次世界大戦の前、ジャイアンツって軍の人たちが野球してたんですよ。で、もう韓国は正直に言ってますよ、今でも。6つの球団ですけども、そのうち1つは軍ですっていうことをちゃんと正直に言ってますよ。アメリカの話最初の方にしたじゃないですか。もともとは八幡がそういう議員さんたちが仕事中に野球遊びをし始めて、それでプロからのアップが始まっていて。東京ドームの値段知ってます ?848 億円か68億円かそれぐらいですよ。で、もともと川崎球場だったと思うんですけど、読売ジャイアンツって。で、まあその頃に大量に、優勝していて、まあ東京ドームができた頃もまだ読売ジャイアンツの優勝の数が多くて、その頃他球団の優勝数見たらびっくりしますよ、戦後。それまで、まあ40年ぐらいの歴史の中で、優勝回数が他の球団1回とか2回とかですよ。ヤクルトスワローズがもうちょっと何回かあったぐらいで、めちゃくちゃでしょ。よっぽど悪いことをしなかったらそういう風にならない結果。それを僕のホームページで今までの野球の優勝回数とか表記してますから、それの話が本当だから。最下位の数とかも100番台な、電波を使っての強制的な脳の搾取とかそういうことを昔からしていた可能性がある。が基本的人権、日本国憲法、それも思ってない。まあ科学もこう暴走ですから、かなりマッドなことをしている。で、自分たちを大きく見せて、名前の付け方まで巨人でしょ。センスからして、かなり悪いでしょ。進撃の巨人っていう漫画は、
ああいうふうなジャイアンツの悪い一面っていうのはもう昔バレてるんですよ。で、それで、ああいうふうに描かれてる。あ、今日外から絡んでくる、まあ姿見てないから何とも言えないんですけども、声は聞こえ覚えがあるんですけども、何回も絡みに来る連中で、まあ二十歳前後がそれぐらいのもので、まあ昔は開き直ってあっち側だとかなんか言ってた、まあその当時子供、まあ、大人になってもその平気で悪いことをしたがる。で、外からこう絡んでくるようなことを言ってきて、で、こちらが、一人で歩けっていうことを言ってたら、巨人が1点取ってるんですよ。こいつめっちゃ書いてるじゃないですか、僕のホームページに。民法720条、正当防衛1102って。僕は叱らなかった、この町全体はむちゃくちゃになってたんだから。そして僕は叱るのを止めさせたい。奴らが悪党側だったんだから。エネルギーの存続量問題なんか何も考えてないんだから。だから一部の警察官の人たちは撮影していいっていうことを言ってたんですよ。防犯カメラもあるって。自分の家の周りぐらいは撮影していいって。そうじゃなかったらどう考えても無理だって。だからマスクをつけていたあの佐藤っていう警察官の人。まあ年齢が何歳のものなのか知らないですけども、もともと昔僕に絡んできた人でした。それから警察官になった学生の頃とは。だからもうマスクつけてる人間は本当は働かせたらダメだから、もうよっぽど悪いことしてきた人間だから。裁判所で真実が全て でそこで法廷をもし開かれなかったら裁判所役立たないんですよ。で、エネルギーの残存の問題なんか絶対解決できないんですよ。で、岸田さんが直接僕に会いに来て、何かね、あの、エネルギーの残存の問題の解決の、河川水門外式弾発電とか、昔は行政の対応が悪かったと。そういうことでね、特許を通すなり、すぐにそれ設置するだとか、方法なんかいくらでもあるんですよ。だけどそれしない。自民党の人たちも他の立憲民主党の人たちも、だから僕からしたら分からないんですよ本当に。一応河合案里さんっていう人が、河合法務大臣の、嫁さんだったみたいなんですけども、その人が僕の自宅の前まで、僕は家のドアを開けた時に偶然いたか、向こうからインターホンをしてきたか、仕事で来たんですけどもっていうことを言ってたんですけども、その時僕の、まあ、全くそういう話で誰も来てないかっていうと、そういうわけでもなかったんですけども、その頃僕は結婚問題で、淡井圭介との結婚話をした人間がたくさん今までいて、で、その人たちの結婚が、止まってるから早く結婚問題解決しなきゃなんないって言われてたんですよ、僕の方は。でも話噛み合わないんですよ。いや、こちら結婚問題っていうことを聞いてますけどもって。こっちは仕事で来たんですけども、ってな、そこから先はよくわからないんですよ、その仕事の意味が。その当時の、河川水門外式弾発電のことなのか、かまど発電のことなのか、メタンガスの抽出場の件のことなのか、メタンガスの抽出場の件に関しても全然進んでないでしょ。26年前ですよ、言ったので。ある程度テレビ局に出演した人間がそれ言ってるから、それでも行政が進めてない時点でかなり変なんですよ。スポーツ業界に入り浸っていたのか何なのか。けど一応もしかしたら安倍政権の頃に、まあ、平成31年度の六法全書からオートレースとかボートレースに関する法律がなくなってるから、もしかしたら安倍政権の時になくせたのかもしれないです。それは僕からの提案で安倍さんに、2期目をしてもらって、長期政権、外交がメインで。で、その時に、オートレースとか、ボートレースがなくなった。まあ、僕から多分言ったんだと思いますよ。もうあのものいらないって。本当のこと言うと、皆さんが気づいてないだけで、お墓も霊感商法ですから、墓の下に骨なんかないですよ。
自分の親が亡くなった時に分かるんですけども、自分で手続きしてね、火葬場行った後、その後骨どうするかって言ったら、砕いて山に散骨か海に散骨かのどちらかしかないんですよ。だからお墓の下に骨なんかもともとないんですよ。みんなあるって思うでしょ。だそれ霊感商法で何百万もするものを売りつけてるんですよ。納骨堂はちゃんと判決出てるんですよ。もう何十年も前から。30年以上前から。オーナーが全額返金しなさいって。多分先にお墓の方が霊感商法で多分判決出てるんじゃないですか。あんまりみんながその辺のこと知らないんですよ。普通に考えたら絶対そうなんですよ。で、日本国内でもお寺さんはどん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 消えていったんですよ。な、僕は生まれ育った神戸市兵庫区でもお寺さんを次々消えていきましたよ。で、他の場所もそうですから、それが普通なんですよ。捕まるようなことしてたから。で、もともと日本には神道というものがあって、神社庁というものがあって、その傘下に仏教の、仏教界があるんですよ。で、仏教はどっから来たかって言ったら、中国なんですけども、その元をたどっていくと、インドの、ネパール、今のネパールあたりの国のところに、ブッダという呼ばれる人物が生まれて、その後、釈迦という名前で、その仏教を開き始めて、それを隣国とかに伝えていって、で、28代目ぐらいの頃に中国に伝わってるんですよ。こう歩いて伝えに行ったんじゃないですよ。だんだん広がっていったんですよ。で、最澄と空海がっていう話につながってくるんですけど、日本の場合は。同じなんですよ。天の神様を崇めていたりだとか、亡くなった人を弔うだとか、ただ中国まで伝わった時に、それが少林寺拳法と話がごちゃごちゃになっていて、人殺しはお前らが弔わなきゃなんないでしょっていう立場の人たちが坊さんになってたんですよ。な、頭にこうお灸を据えられて、なんかこんな点々の跡とか、ドラゴンボールのクリリンとか、そういうふうなマークがついてるでしょ。な、矛盾があるでしょ。お坊さんなのになぜ暴力を振るってるんですかと。なぜ武術を身につけてるんですか、少林寺はっていう話になるでしょ。だから、あの話もね、第一次世界大戦、第二次世界大戦までの話は大体信じていいと思うんですよ。ただそれより昔の話は、だいぶ多分フェイクが混ざってると思いますよ。作り話が。その小説とか漫画を書いてるような、そういう感覚でね、作り話を作っていた。そしたらそれが広まってしまったっていう形。原稿の欄とかあるでしょ。あの距離歩けると思います？僕みたいに河川の撮影自分で歩いたことあります？僕ここから、船坂峠っていうところを越えて、有馬温泉のところから、船坂峠を越えて、歩きですよ、ここから、歩きで。向こう側の一番下の河川の阪神電車の駅まで行きましたから。できます？で、それなりに僕もある程度体を鍛えたことはあるんですけども、その経験から言わせてもらいますと、雨降っただけで死にます。夏場以外は。春冬でも夜寝れません。もうこんな状態になりますよ。夏場でも全身ずぶ濡れになったらこんな状態になりますから。プールに浸かったらわかります。夏場に。あなた1時間プールに浸かっていられますかって。ほとんど動かずにって。5分持ちませんよ。あんな距離は大群で来れるわけないじゃないですか。で、言語の違う土地をね、いちいち占領なんかしたがるかって言ったら、無理だと思いますよ。統治の方が厄介だから。そんなにややこしいこと絶対しないと思います。で、まあ、モンゴルは国連加盟国で一番人口密度が少ない国だっていうことになっていて、まあ、ウィキペディアを見ると、貧困層の人たちの割合が、40%を超えていてっていうようなことが書かれていて、で、そこの人口を見ると何十万人っていう数なんですよね。そしたら全体的な人口250万人ぐらいなんですかっていう話になってしまうんですよ。それはそれで土地の面積を考えて、まあ北海道よりも大体北の位置にありますか、寒冷地帯ですからあんまり人口はいらっしゃらないっていうことを考えたとしても、それはそれでちょっと人数少なすぎるんじゃないかなと思ったりもするんです。
何の話が本当なのかわからない。じゃあ、もともと寒冷地帯で人間が生き残れるかって言ったら難しかった。で、その国が中国大陸制覇してね、日本まで来ると思います?人数的に考えても。言語違うんですよ。統治なんかできます?もうその時点で嘘だって気づかなきゃならないんですよ。で、今でもテレビでね、だいぶ今までフェイクニュース放送してたでしょう。で、多くの人をからかって楽しんでね、金稼ぎしていたのはテレビ出演者の報道関係者であって。もう夜中めちゃくちゃじゃないって。それは滅びますよ。エネルギーの残存量問題で石油のね、技術的採掘可能埋蔵量がもう残り54年分、ガンダムの生みの親、富野さん。あの方ももう今80代ですけども、あの人は若かりし頃は、石油の技術的採掘可能埋蔵量は80年っていうことを世界で言われてたんですよ。で、僕は若い頃、1998年ぐらいの頃に、石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分。もうずーっと掘っていってるんですよ、ずーっと。で、消費量は年々拡大してるんですよ。残り54年分まで来て、ま、こんなバカなことしてるんですよ、世界中で。オリンピックも含めてですよ。現実見えてないでしょって。あと、車生産してる人たちも。だから、レクサスっていうものを作った時に、多分それもフェイクニュースだとは思いますけども、中国の方で、レクサスの工場が焼き討ちにあっただとか、重たい車を作ったから、それによって、そのエネルギーの消費っていうのがものすごく増えますから、燃費が悪いから。で、そういうものを乗る人間に限って、大きな横領事件をしてきた人間が、なぜか富裕層になってるっていう、このめちゃくちゃな社会。本当ですよ。退職金とか本当は税に払わなきゃならないですから。人権、平等。なぜ公務員の人だけ退職金出て他の人は出ないんですかっていう話になりますから。最初からそういう形じゃなかったら、仕事場をコロ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 変えられて生きていかざるを得ない人が、全人口の半分ぐらいの人がそれ以上になってるんですよ。この世の中。っていうことは、一時的にでも退職金とかを得て、まあ家のローンも返済したりだとか、厚生年金はしっかりと加入しておいてとか、そういうふうなことをちゃんと全部しておかなかったら、みんな一月年金15万円の支給までたどり着かないんですよ。男性ですら 50% で女性で3割ですよ。たどり着く人。だから高いビルとか建てて、余計に物資消費して、エネルギー消費して、空屋ばっかり作って、空屋って大体ビルのことです。一軒家でも多いですけども。もうみんな無難に若い人たちにのメッセージですけども、無難に持ち運ぶ物件にした方がいいです。自分が80歳ぐらいになった時に、その建物が、まあ、台風来ても大丈夫かなとか、そういうふうな形でね、建物を選んでもらって。まあ、話だいぶそれましたけども、読売ジャイアンツは最下位です。確定です。何かの原因で僕を軸に中心に、対戦チームから得点しちゃダメですよ。絡んできてる連中がいて、そいつらしかってなんで巨人が得点してるんです?ダメじゃない。悪いことしてきた方がさらに悪さしたら。あなたたちも僕の頭の中を最初そこまでルール解明できてなかった時、中途半端に思い出した時、例えば2010年前とか。阪神タイガースの選手に頭の中はいかない、今日だったら横浜 DeNA ですけども、まあ以前テレビを見てる時だったら対戦チームの画面映ってたらその選手に頭の中行ってたんだから。カメラワーク次第じゃない、そんなの勝ち負け。巨人もお金払わなきゃならない立場なんですよ。今更12球団で頭の上がる球団なんかどこもないんです。ワールドベースボールクラシックもそうだけども、オリックスもそう、オリックスバファローズもそう、全球団がそうなんですから。深く関わってきてるんですから。で、誰からもお金1円も払ってもらってないんですから、球団からも。一応阪神タイガースの人たちは僕は20歳ぐらいの頃に、昔の件だと、まあ今更言っても分かりにくいかもしれんけども、まあどっから話しようかと。お金だったらお金でこちらはいいんだけどもっていうことで、阪神タイガースの優勝、1985年の件。
その東京のこのコンピューターの設定のむちゃくちゃ加減をこれ変えなきゃなんない。淡井さんに声かけてきた人間は絶対悪いんだから、淡井さんがその人に対して怒鳴ったり何かしたとしたとしても、怒鳴るというかまあ多少大きな声言わなかったらもう遠くの方に行こうとすぐ逃げるから、違法行為であるっていうことぐらい言っておかなきゃならないでしょ。で、原山整骨院に集まってくる連中も大体違法行為してきた人間だからものすごい。そういう奴らは春山整骨院を軸にしてこの辺りで蔓延化したグループ化が出来上がってしまってるから厄介な社会になってるんですよ。で、何が悪いって自動車見たわかる。愛知県豊田市、もともと自動車産業っていうものは日本国内で何十社とあったんです。で、軒並み倒産したんです。競争倍率が高すぎて。で、行政がまとめたんです。トヨタは豊田市です。その会長が大富豪に民間側に回ってなった。それはもう受け入れられない、絶対に。株全部国に返しなさいの話になります。でもと税金でね、会社作ってきたんだから。ただまあ給与の算定表とかそういうふうに当てはめたとしても結局お金持ちになれるんだから、それプラス株の世界はおかしいっていう話になります。で、円安になって稼げたのは誰のおかげかって言ったら、僕が撮影して最初に高島彩宛てに SD カードを送って、それで世界が判断したりとかがなかなかしなかったか、僕が公開して、それで為替相場が変わったんです。一度150円ぐらいに。もう以前に撮影して、それから神戸市で、これ以上高い建物を建てたり、北の方の、三宮の北の方のエリアを開発してはダメだになったんですよ。全部建てた後にですよ。もう面積なくなってからですよ、ほぼほぼ。まず面積ありません。で、三宮駅にさらに高いビルを建てるという、もうとんでもない暴挙。人口ずっと減ってるのにですよ。さらにいろんなところで倒産しますよ。だから頭悪い人しか議員になってないですよ。あと建設業界との癒着はあるのか何なのか、あの辺もともとエロ業界多いから、まだ高いビル建てようとしてた議員とか、お前らエロ業界側の人間やろっていう見方でいいと思いますよ、一般人の人たち。懲りてないから、いつまでたっても。反省しないから。世界中のまとも側の、あの権力者の人たちに怒られたい、本当に。神戸市長ぐらいだから。簡単に人ひねりよ。ただし世界中でもう僕二十歳ぐらいの頃から同じような現象が起きてるんですよ。いろんな国で高いビル建て始めて本当の人口全然違うのに。だからスポーツ業界がむちゃくちゃなお金の使い方をして、その大元は行政が認めてしまって、そこの責任議員がある。だからスポーツ界側なんかいうものは存在しない。世の中法律側の人間かどうかだけ。スポーツ側かどうかとか、なんかこの間4人組の男が言いに来たけども、そいつらが間違えてる。法律側かどうかだけ。法廷で相手のことを叱ってもいいっていうこと、怒ったら言ってもいいっていうことになってる。当たり前じゃないですか。被害者が怒っちゃダメだって、こんな無茶苦茶な話あると思います？じゃあ自分が殴られてね、相手に対して怒るなって言われて、それ第三者が見たときにどう思われるか分かります？その怒るなって言ったやつ。もう共犯やろって。言った時点で共犯やでって。法律分かってるって。できることはせいぜいその殴ってきた人間を止めることぐらい。で、淡いケースがもともと殴られてる側なの。いろんな人間とかに。で、他にも骨の間に指を突っ込んできて持ち上げようとされたりだとか、それ腕力と握力はものすごいあったらできますから、それものすごい痛いです。それを漫画化したのがバキ。バキの中で出てくるでしょ。あの骨の間に指入れてたとか、持ち上げようとしたりだとか。これが今まで、その、今日は横浜 DeNA、さんを軸に、勝ちに行こうとしていて、ホームページ淡井圭介の利益のあの内容、
記載してる内容、それで特定とか決まるのであって、淡いケースが起こったかどうかなんか導入しちゃダメなんですよ。つなげちゃダメなんですよ。そんなことでね、年収400万円以上から大金なんですけども、大金稼げるなんか思ってたら、大間違いですよ、本当に。今まで買ってきた分の責任持たなきゃなんないんだから、巨人に入るっていうことは。自分たちから率先して再開行きますって。自分たちのチームのことばっかり、我が社のことばっかり考えるから、日本全体のことを考えなくなって、世界全体のことを考えなくなるんだから。昔なんか乱闘事件ばかりですよ、プロ野球。けど本当の仕組みとか全部分かってきたときに、その試合に関わってる人間が、例えば解説席で笑ってるから、だからボールがすっぽ抜けたりしてる。解説席でヘラヘラヘラ笑いながら喋ってニコ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 しながら、全然大真面目に仕事取り組んでないでしょ。あんなこと、大阪ヒルトンホテルとかで、そんな働き方しちゃったらもうすぐ裏に呼び出されますよ。もうちょっと裏来いって僕は言われたんじゃないですよ。僕は仕事中ヘラヘラヘラ笑ってすることなんかないですから。まずないです。キーなんか抜けるような状態じゃないですから。それだけの売り上げがあるっていうことは、それだけお客さんが来ていて、ランナーも3人ぐらいで回しましたから。4人目のランナーで女性が入られると厄介なんですよ、そこは。長いスカートでズボンちゃんと履かないから。ズボン履いてたら素早く動けるんでしょうけども、前がもう前行けなくなるんですよ。歩くその一歩の間隔は狭いから。邪魔なだけ。もうしっかりキビキビ動ける人間で3人で現場回した方が早い、ランナーは。大阪ヒルトンの王朝は。以上です、話長くなりましたけども、読売ジャイアンツが最下位になる理由は、渡辺オーナー、まあ、ここの廊下も歩いてたことありました。読売グループの、まあ、会場していた渡辺恒雄さん。その人も春山整骨院に出入りしていました。何年も前から。以上です。その件の謝罪がない限り、再開です。